今回は三角形の相似条件、三辺比相等について学習していきましょう。次が成り立つとき、二つの三角形は相似であると言います。三組の辺の比がすべて等しい。では、具体的に図で見ていきましょう。右の図を見てください。二つの三角形があります。AB 対 A'B' イコール BC 対 B'C' イコール CA 対 C'A' という条件が成り立つとき、二つの三角形は相似であるといい、記号を使って左のように表すことができます。これで三角形の相似条件、三辺比相等の説明はおしまいです。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。1、三角形 ABC 相似、三角形 KJL。 2、相似条件は3組の辺の比がすべて等しい。2問とも正解できましたか？最後に今回の学習のおさらいです。次が成り立つとき、2つの三角形は相似であると言います。3組の辺の比がすべて等しい。では具体的に図で見ていきましょう。右の図を見てください。2つの三角形があります。AB 対 A'B' イコール BC 対 B'C' イコール CA 対 C'A' という条件が成り立つとき、2つの三角形は相似であるといい、記号を使って左のように表すことができます。これで今回の学習を終わります。